皆さんこんにちは。ここでは大日本帝国軍使用の兵器に関して、何気なく聞き流してたことに対し、マニア視点の素人ツッコミをしつつ、掘り下げていきたいと思います。今回はハヤテの単体ものですか。誉れを調べると、ハヤテが出てくるのでね。脱線だけじゃ無理ってことね。さてまずはじめに、四式戦ハヤテの全備重量を見てみたいと思います。隠れ肥満疑惑に迫る。なんか、自然界よりも小さいはずなのに重量がありすぎるとか言うね。いくらぐらいだっけ？よく見かけるのは 3890kg ですかね。こういうのって、元ネタがよくわからないのですが、とりあえず、オカルト探求者の歴史群像に対して、オカルト言うな、努力と根性だわ、多分。ほとんどの文献の引用先、古典資料にしてほぼ完成されたこちら。なんかすっごい古そう。1960年代から出版され、当時からほぼ全ての各種形式の解説が載せられた、野沢忠著の日本航空機総集です。それ以降の研究ってほぼないわけね。輸入機編が見たくて探し求めたんですけどね。カタログスペックなんかの引用先はほぼこれじゃないかな。へぇ。で、こちらのハヤテの項目によるとこんな感じ。あれ？三つも書いてある。燃料やオイルの搭載量も載ってる素敵仕様ですが、メーカーと陸軍と米軍レポートの3種が載ってます。陸軍振り出しのがウィキペディアの値のか。米軍は置いておいて、メーカーのだとだいぶ軽いですね。一応、手持ちの文献を調べた結果がこちらです。なんか無駄にエクセルっぽい。これしか慣れてないので仕方なし。でも、だいぶばらつきあって、これだけ違うと印象も変わりかねないね。どれを信じて採用するかは引用者次第ってことですね。全備の内訳は？それがわかれば考察なんてしないっす。そりゃそうか。イカリさんのは不明なの？不明だったんですが、さっき手に入れた資料で判明しました。さっきって？知ってる人は知っているある意味有名な本からでしたよ。ある意味って何よ？それは、動画後半のお楽しみってことで。というわけで、装備重量を自分でかき集めて作ってみたのがこれ。何というか、左上が陸軍、その下がメーカー、右下が米軍となってます。各引用先は備考欄などに記載。一応これだと、交渉値よりどれも少なくなっちゃうね。メーカー振り出しのが近いっちゃ近く、3890kg はちょっと重すぎるかなと。米軍のも近いけど各席採用が日本のとはだいぶ違うね。燃料やオイルの比重は重い方で出したので、その他の重量なんかもなしなら、3600kg 案も根拠ありそうですが、3890kg はちょっと多すぎな気も。って思ってたら、やはり先ほど仕入れた資料に回答らしきものが、さっきの英語の本かの有名なこちらです。買うと高いのでネットで読めないかなと思ってたら、そんな都合のいい話なんて、あったんですよ。え？なんと、ネットのデジタル図書館が引っかかりまして、こちらに登録すると、1時間貸し出しできて閲覧ができちゃう。え？マジで？国会図書館でも申し込んで有料コピーの郵送なのに？さすが、アメリカ様やで。というわけで、後半ネタとともにさっきの本のハヤテのとこを見てみたら、スペック用の重量部分の記載がこうなってまして。ああ、さっきのイカリさんの重量も載ってるねって、ロード？マキシマム？ロードは満載でいいみたいなので、マキシマムは増装か爆弾を積んだ値かなと。こんな内訳見たことなかったなぁ。というわけで、さっきの量はこうなります。増装は両翼に200リットルが一つずつなので、400リットルを足すと。マジか。と、家庭のその他とか燃料の比重をいじればもっと近くなると思いますが。ということは、空戦するときは。当然増装は落として戦うので、3600kg が実は妥当な値じゃないかなと。ちょっと他の値は違うけど、米軍レポートの方が近かったとはな。まあ、一次資料から出したわけじゃないので確定ではないのですが、そうなると、中島のプラス 150kg も謎になっちゃうしな。実は家庭の重量計算だけで終わりになる話題だったのですが、意外なところから裏付けの資料が出てきたと。資料あさりって本当に面白いですね。ハヤテの隠れデブ疑惑が晴れたかも。そんでってことで自然界も同じように見てみたんですけどね。豆だね。左上がメーカー、右が海軍。こっちも、過不足なくって感じなのでそんなに見当違いなこともしてないかなって。自重の方は自然界もハヤテもほぼ一緒で、燃料積載の違いが大きいですね。自重も 100kg 違うんですがこれは防弾板の有無かもしれません。現存してる機体とか、火災死の話でもなかったみたいだしな。それにしても海軍の方と搭載燃料が250リットルも違うって変だね。ちなみに、燃料を同じにすると、ほぼ一緒になるのね。ということで、この検証に間違いとかお気づきの点がありましたらぜひコメント欄へ。それでは次に、皆さんがやきもきしちゃうハヤテの実力についてですが、これはもう、決着がついちゃってるっていうか、黒い少佐が P51C 型だとブーストプラス200の巡航状態で五分五分って言っちゃってますんでね。荒牧少佐はホッケ推しだったよな。と言っても、状況次第でバッファローが空の真珠って呼ばれちゃうこともあるので、フィンランド空軍。そして、米軍振り出しのあの速度記録。ああ、高オクタンの燃料と高品質のオイルで 687kg 出したってやつね。これは、何かの心の拠り所なのか必ず書籍で言われますよね。昭和28年の冷戦にもすでに載っていて、
先ほどの日本航空機総集にも載っています。結構早い時期から流出してたのね。載っているというか、あのレポートの写真まで載ってるんですけどね。商用紙ベースでは疑うことがタブーなのか一切疑問が提示されてないですが、ネット上で探せば考察サイトで刊行されてるのですけれども、目につく資料では未だに言い続けられてるので、ここでも話題に挙げておきます。ちなみにこの都市伝説は2つの大筋と組み合わせが異なる複数のタイプがありまして、都市伝説で、大筋ってのは一つ目は、米軍のフル装備のテスト時に出したっていうのと、もう一つは、武装を外して軽量化した機体が出したってやつですね。早手のウィキペディアでも両方載ってて、後者が採用されてるね。あとは、それを出した機体がフィリピンで捕獲された S17 か、敗戦時に宇都宮で捕獲された、302号機が出した説で、魔改造された方は前者で今、治安にある機体。フル装備説の方は、その機体と302号機ですね。前の動画では301号機の方が隠れキャラかもって話だったな。で、どちらも100、140グレードの高級ガソリンを使ったとか、電装系を米国製に変えたとか、エンジンオイルも高品質品を使ったから本来以上の実力が出せたっていうオチなんですけどね。フル装備の方は米軍禁制の証拠文書があり、軽量化魔改造は伝聞のみで、証拠はないんですけどね。証拠があるなら、ある方でいいじゃん。証拠は証拠でも噂を否定する証拠ですからな。何？どれ？まあ、その前にもうちょっと捕獲機体を見てみましょうよ。引っ張る引っ張る。長々話さないので大丈夫ようにまとめました。じゃん。エクセル。詳細不明な下の2機は置いておいて。S10 はフィリピンでのテストフライト中にクラッシュしてそれ以降は不明。S17 は現地でテストされ、この時に687キロ出したとか、米国に運ばれて、軽量化と魔改造されて出したとか言われてます。次の2機は前回の動画でご紹介したやつです。では、これを踏まえて米軍振り出しのデータを3つ見ていきましょう。3つもあるのね。技術航空情報センター振り出しの1945年3月版です。比較的有名なファイルかな？ですねー。この下に日付があって、これだと、フィリピンで捕獲した機体ってことになるね。左上の重量は7940ポンド 3600kg。最高速度は2万フィートで427マイル。6096メートルで687キロですね。じゃあちゃんと出したってことでは？もう自分が見ただけでも3つくらいのサイト様で検証されてますし。ウィキペディア様にも、水産地らしいと書いてありますんでね。じゃあ、出してないやないか。そんで、このデータの中で一番問題なのは、この使用燃料の部分。92プラスメタノール？この時点での100億単節はなかったってことですね。まあどのみち水産地なんで次に行きましょう。次は、こちら1945年4月海軍作成の南寺の敵を知れです。識別パンフみたいなやつね。ちなみにこれ、日本にスパイがいたんじゃないか？って写真がありまして。なんか流出物っぽい写真がちらほらと。で、フランクのページはこれ。2万、1000フィートで422マイル。高度6400メートルで679キロですね。微妙に違うのね。まあ、これもこんだけ出るかもだから注意してね。っていうパンフなんで。詳しくも書いてないしね。そんで、次が米軍公式記録のド本命。1946年11月エアマテリアルコマンド作成の T2 レポートです。前回は301号機の方の分解調査レポート上げてたとこね。こちらが302号機のフライトテストレポートになります。戦後の調査っていうのがこれなのね。このレポートもすでに検証されてますので詳細はそちらを読んでいただくとして。他力本願寺。ここでも、性能表が記載されているわけですが、もちろん、テスト結果だよね。それがこちら。ほうほう。ノーマルフライトが7940ポンド。であれ？どこかで見たような？速度性能は高度2万フィートで427マイル。ウォーエマージェンシーパワー。つまり戦闘緊急出力時ってことですね。水噴射した時だよねって、これも見たような？1945年のレポートとほぼ一緒ですね。え？どういうこと？そして、燃料の方がこちらで、こちらも、92億単とメタノール使用と記載されております。今までの話で100億単っていうのはどこにも、ないですね。むしろ、入れちゃダメだよ。って注意書きすら書いてあるのは前回ご紹介した通り、動画の後ろに、このレポートのなんちゃって翻訳をつけておきますが、11時間ちょい飛んだものの、排気管の溶接不良なんかでテストフライトが阻害されており、全力上昇もしてないよ、と書いてあるので、さっきのデータは本当だよ、って書いてあるのがお茶目な嘘ってことですね。前のレポートの使い回しだもんな。そもそも、エンジンの試運転も最大2900回転で3分間って書いてありますしね。ということは、公式記録では100億単使用の証拠がないってことですね。そうなのか。不思議なのは、こんな素人でもすぐにわかることが未だに言われ続けてるってこと。だよな。では次に、伝説級の資料を見てみましょう。レジェンド。こちらは、代表でウィキペディアの4式船早手のページから持ってきた、伝説の内容。大概の早手の資料には、
最後の一言って感じで載ってるわね。この脚中に書いてある出典先がさっき後半で出てきますって言っていたこちらの本。ある意味有名だけど、ここに書いてあるのね。ってくらいしか知らないよな。すごく分厚く読み応えのありそうな本で買ってもいいんですが、さっきの電子図書館で1970年ものなんだけど借りて簡単に読めますんでね。で、該当の236ページがこれになります。英語。あれ？読んでみてどうでしょう？ちなみに前のページに何か書いてあるんじゃない？ってお疑いの方もおりますでしょうが、特に何も書いてないで、この記述がポンと次に出てくるだけです。先ほどの域の記述と比べてみましょう。やっぱり、なんか似てるようで全く違くない？まず、100-140グレードとアメリカ製点火プラグの話は全く見えないことと、武装を取り除いたとか、魔改造したとかも書いてない。前にご紹介したこちらのブログさんでは、7490ポンドは7940ポンドの語気と唱えていましたが、戦闘作戦を代表とする重量って書いてあるから、やはり武装を外したのではなく語気の可能性が高いんじゃないでしょうかね。で、それを踏まえて読み直すと、これって単にさっきの米軍レポートの内容書いてあるだけだよね。元の記述ではペンシルベニアで復元された、となっていて、テストされたとは書いてないし、それで合ってるよね。え？本当にこれ引用先合ってるの？違うのは1970年版ってことだけですね。他の版がどう書いてあるかはわかりませんが、もしも、この記述のままならちょっと威厄も過ぎるのではないでしょうかね。これって米軍レポートを信じてる日本の資料と変わらないこと書いてあるだけだもんね。使用機体も302号機で間違いなさそうですしね。なんか伝説が崩れ去った気が。ちなみになんですけど。はい？実は前回のテクニカルマニュアルでよくわからなかったので、出さなかった表がレポートの最後についてたんですけどね。隠蔽か。それがこれで。かすれててよく見えないんだけど。どうやら、降着装置の3点指示の重量を計測した表みたいなんですけどね。合計重量が7380ポンドって書いてあるんですよ。へえ、さっきの7490ポンドに近いね。そんで、武装を外してみたら何キロになるんだろうと。まあ耐えくせるか。はい。さっきの表はね、なんでそうなるかよくわからないんで置いておいて。じゃあなんで出したんだ。いや、調べるきっかけってことで。で、調べた武装の重量と砲弾を3600キロ安から取り除くと。近いな。近いですよね。というわけで、戦後の米軍レポートの687キロの謎はこんな感じってことでどうでしょう？じゃああんな高性能じゃなかったんだ。敗戦に打ちひしがれた自信を取り戻すにはいい話だったと思うんですけどね。それを今でも信じてるってことか。だが、案ずるなどずるよ。実は自分はあの程度なら出せたと思ってるんですよね。え？なんで？前提は本物の波4521を積んでいればですけどね。どんな根拠よ？その前に、なんか今回は長いな。2回にぶち切るポイントを見失った。重量編だけだと尺が短かったもんな。まあ、それはそれとして。まず、100-140グレードの燃料で何がどうなるかなんですよ。書籍だと本来の調子を取り戻したくらいしか書いてないもんな。140グレードを使うなら、ブースト圧を上げるか圧縮比を上げるかなんですけど、別にそれは必要なく、というかエンジン壊れちゃうんで普通に100-115グレードでいいと思う。あと、速度の計測ですが、文献の記載では、この3つが考えられると思うんですけど、1番目はテスト記録、2番目はテスト記録の回想、3番目は実践の回想録って感じでしょうか。そういえばケンさんの修正速度は18キロの誤差があったな。高めにですけどね。なので、あんまり談話系のは参考にならないかと。それで考えてみた結果がこちら。631キロは出力制限のあった波45の集合排気管板なので、それにロケット降下の単排気管つけて、本来の21型の出力にしたら、大体計画値と同じになるか。計画値は集合排気管の時の値なので少し有利になるかと。それで妄想期待につながるわけね。正気はこれで実に46キロもスピードアップしてますからな。ま、自分は早手は時代に合った完璧な設計だと思ってますし、これ以上にかっこいい空冷戦闘機もそんなにないよね。ってくらい好きです。米軍のテストを持ち出さずとも十分魅力的な機体だよな。というわけで、今回の検証はいかがだったでしょうか？この後、お約束の翻訳コーナーですので、よければ見ていってくださいね。